リュコス川沿いのラオディキアの廃墟。ラオディキアは国民の義という意味での小アジア西部フリギア地方の主要都市の一つである。新海約聖書ではラオディキアと表記される。現在のトルコ共和国のデニズリ県エスキヒサールという村であると言われている。セレウコ市長はラオディキアという名の町を中東に多数築いたが、これもそのうちの一つであり、新約聖書を通じても、 有名になった。その他の有名なラオディキアには、ゲンシリア領の港湾都市、ラタキアがある。メアンデル川のシリューリコス川に面した位置にあり、エフェソスの東150キロ、コロサイトヒエラポリスの近くにあった。パウロとの深い関わりのある教会があった。パウロの弟子エパフラスが、教会の基礎を築いたと考えられている。パウロは、ラオディキアの教会への手紙を書いたが、 この手紙が、エペソ人への手紙であると考える学者もいる。紀元90年頃、ヨハネの目視録が書かれた時代には、死とヨハネが手紙を書き送っている。当時のラオデキアの教会は、霊的に非常に生ぬるい状態にありながら、自分たちの現状には気づいておらず、イエス・キリストが、教会の外に立っておられると言われるほど、エキュメニズムの影響で、信仰的に堕落し、 食い改めが必要な状態であった。4世紀までフリギアの死教座が置かれていた。中世にはイスラム教徒の侵略によって破壊された。ありがとうございます。